ロイド。あのさ、明日からの連休暇だったら一緒に競馬でもどう？ドワー！どうした、セレン長？せっかくの連休だというのに実家に呼び出されまして、ロイド様とラブラブ温泉デートを計画していたというのに頓挫してしまったのですわ。このまま実家に残れと言われたらどうしましょう？火炎瓶で実家を火の海にして逃げ出せばすぐに戻ってこられるのでは？そうすればロイド様とデート。お誘いは嬉しいのですが、僕予定が入ってまして。お誘いが嬉しいイコール次は行きたいイコール結婚したい？いきなり結婚だなんて相変わらずぶっ飛んでんな。そんなこと言ってますけど、リホさんだってロイド様をデートに誘って何をするつもりだったんです？いや別にデートに誘ったってわけじゃ。いや参ったな。まさか俺に。いやまさかな。参ったな。どうしたんですか、アランさん。本来ならこの連休ロイド殿のご予定についていくのが弟子の務めなのですが、あいにく外せない用事がございまして。どんな用事なんですか？実は俺、お見合いがあるんですよ。向こうからの申し込みって。いやーまさか俺がお見合いなんて思っていましたが、何事も経験ということで受けることにしまして、もしかしたらそのままあんなことやこんなことに発展しちゃうなんてことも。ん？相手にしちゃダメだ。あれはただ構ってほしいだけですわ。少しは俺に興味を持て！